はい、ということで、あ、どうも、松井です。ひろきです。一試合目どうだった？もうボロボロっすよ。心も体も。前回の動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、ファイナルでチニアの方に負けてしまいまして、まあ、後がないです。このリーグね、1位と2位が箱根でできるシステムになってるんですけど、ちょっと今2位も怪しいんですよ。なのでここからね、本当に負けられない試合になってるんで、ヒロティの本気が見れるかなっていう。こっから任せてください。マジで本当にやっちゃいますよ。やっちゃう。俺のあいつが出てくる。ということで2試合目もね、頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ動画を見てください。どうぞ。はい。
ラケット返して。